ボアニー分岐点は、1956年製作、公開、ジョージ・キューカーによる、アメリカ合衆国、イギリス合作の長編劇映画である。本作は、1955年3月から7月の、間に、イギリスのハートフォードシャー、ボアハムッドにある MGM 英国撮影所で、スタジオ撮影、同国のロンドンのロングムアミリタリー鉄道、 パキスタンのラホール市内の鉄道や市場でロケーション撮影を行った。インドが舞台の物語である。ボアニー駅。本作のスクリーンショットより、タイトルのボアニー分岐点とは、鉄道のボアニー連絡駅のことである。本作はフランスでも公開され、当時映画監督としてデビュー前の映画批評家、ジャンリュック・ゴダールが、 映画批評誌、カイエリュー・シネマ史上で発表した1956年のベスト10に本作を第9位にランクインさせている。イギリスの植民地支配を脱し、国民会議派を中心とした独立運動が起きているインド。ボアニー駅に鉄道警備隊司令官ロドニーサ・サベージ・中佐が赴任してくる。同日、 女性軍人のビクトリア・ジョーンズ少尉も同駅に降り立つ。脱線事故で大混乱の駅。ビクトリアも、婚約者のパトリック・テイラーも、イギリスとインドとの間の婚結であった。パトリックは、英国の血が流れていることを誇りに思い、ビクトリアは、インドの血が流れていることが、その傲慢な誇りに耐えきれず、二人は、別れることとなった。ビクトリアは、 ロドニーのいる部隊に勤務することになる。ある夜、暴動が起こり、グラハム・マクダニエル隊がビクトリアを襲う。ビクトリアは抵抗の果てに、マクダニエル隊を射殺してしまう。ビクトリアは逃亡し、同じ部隊にいる、インド人、ランジットカセルの家にかくまわれる。そこは、暴力革命主義者のアジトであることを知る。ビクトリアは警察に拘因されそうになるが、 ロドニーが彼女を救う。ビクトリアはカセルの家にいた暴力集団のことをロドニーに密告する。ロドニーはボアニー地区に非常線を張るが、ビクトリアは暴力集団に拉致されてしまう。ロドニーはトンネルに仕掛けられた爆弾を発見する。暴力集団は 無抵抗主義者のガンジーが乗った列車を爆破しようという混沌だったのだ。同じ列車にビクトリアも監禁されていた。ガンジーもビクトリアもロドニーに救われるのだった。ありがとうございます。